平成29年11月25日、阿蘇市小里の阿蘇草原保全活動センターで、第5回阿蘇動物愛護祭りが開かれました。動物愛護祭りではまず、今年1年間で亡くなった犬や猫の慰霊祭があり、主催者の阿蘇地域動物愛護推進協議会の小島会長が、慰霊碑に菊の花を手向け、参列者全員で黙祷をしました。そして長寿犬の表彰があり、17歳の雄犬を飼っている阿蘇市の佐藤智丸さんと、16歳の雄犬を飼っている南阿蘇村の林田照久さんの2人に表彰状と記念品が贈られました。この阿蘇動物愛護祭りは、獣医師や県、阿蘇郡市の自治体で組織する阿蘇地域動物愛護推進協議会が、人と動物の共生に向けてをテーマに開催しているものです。会場には動物愛護推進協議会の活動状況や犬猫の写真などが飾られていました。また熊本県健康危機管理課の江川課長補佐が、平成28年熊本地震動物救護活動と題して講演、地震発生直後の犬の避難の様子や獣医師らによるペット相談会などの様子をスライドを使いながら話しました。会場には多くの動物愛護家たちが訪れていました。